政党党首の女性につきまとい行為をしたとして、警視庁が政治団体、NHK から国民を守る党の立花孝党首、57、汚恵犯罪法違反容疑で書類送検したことが28日、捜査関係者への取材で分かった。主な経歴、立花橘隆、立花送検容疑は5月22日、東京都千代田区内で、政党、みんなで作る党、の大津彩香党首。 3 1に質問に答えてください。逃げるんですかなどと言いながらスマートフォンで撮影し、数百メートルに渡り付きまとう行為をした疑い。立花氏側は撮影した映像を動画投稿サイトに投稿していた。捜査関係者によると、立花氏は付きまとい行為は成立していないなどと否認しているという。大津氏側が6月に被害届を出していた。 みんなで作る党の前身は、2013年に立花氏が設立した旧 NHK から国民を守る党。名称変更を繰り返し、23年3月に大津氏に党首を交代したが、党の代表権や党資金などをめぐって対立していた。